はい、どうもこんにちは、エトナーです。今回はですね、無印シャープマーカーにメイン性能を積んでガチマチの潜っていきたいと思います。で、シャープマーカーはメイン性能で威力が上がるんですが、プライムと同じで 1.7、2.4、あと 3.1 で 33.3 ダメージが出るので、疑似三角になりますと。で、まあ今日矛潜っていこうと思うんですが、前からね、無印シャープマーカーは矛でかなり強かったので、メイン性能積むことによってさらに強くなれるんじゃないかなと思います。はい、では早速潜っていきましょう。ゴーゴー。さあ、やっていきましょう。コンブトラックということでね、まあ今日もね、ジェッパが当たればいいんですけど、まあね、本当に無印シャープマーカー強いんだけど、ジェッパがね、なんか日によって調子変わるんで、今日当たればいいな。練習センターね、もしかするとのバケツソーダとかにジェッパつく可能性もあるんで、まあ、できれば練習しときたいところ。さあ、スパッタリやって、カーボンも、はい、やってからの左行く、珍しい。初動左ルート、珍しい。まあ、頭でかいんだけど、全部吸われたんだけど、たまー今絶対やれたじゃん。頭でかいか。全部吸われた。で、ここに、あ、当たった。置い、ジェッパ置いといて、侵入、あ、ごめん。あ、侵入防ぐと言おうとしたけど、防げなかった。普通にいたわ。で、バケツもやっちゃって、オッケーオッケー。まだ疑似三角発動してないかな。で、ホコ、ワリーの、さあ、ホコ持とうとするやつ、ヤリーの、カラーの、で、ジェッパ溜まるね。いいね。よいしょ。あー、吐けなかった。でもね、これ、スペースを03でジェッパこんな溜まるんで、シャプマ確か170ポイントなんで、で、塗りもかなり強いんで、ジェッパの回転率だけ見れば、かなり回転率やばーくて、で、そっからね、疑似三角っていうコンボ、コンボではないけど、まあ、強みしかない武器だと思うんで。で、ホコは、ホコ持ちとかしたらわかると思うんですけど、結構ポイズンがうざいんよ、ホコって。そのポイズンも持ってさらにジェッパで止めれて、で、メインもね、疑似三角を使うと。なんか、この武器熱くないって。強さはいい。2枚疑似三角発動したね。オッケー。海外勢かな。さあ、もうマジで熱い。本当に対面力が。うぃー、からの。うぃー、ほら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 。ねのね。やばいっしょ、これ。対面力バリバリ強いんだよ。で、これ、ジェッパで牽制してるけど、いないっていうね、敵が。何を牽制してるやら。どうしようかな。そこ一瞬見えたんだけど、カーボンかな。カーボンロール、どこ行った？あれ？消えた。まあいいや。ね、ちょっと、歩行が心配なんで、歩行守りに、はい、疑似三角発動で、これも着地かり、からの、カーボンが上、じゃ、カーボンじゃない。これ誰だお前。逃げんな。あ、やられた。逃げられたけど、まあこれいいや。これで、いやーむずずずずいい。で、どうしようかな、これ。あ、潜伏。待って、エイミがない。危ね。エイミどこ行った？左行く。左ルートめっちゃ好きやね。あんま、なぁ、で、右でもいいと思うけど、左もね、逆転とかにはかなりいいルートだと思うんで、まあ安定は右だよね。ただここ止めやすくないか。なんか、こっちが矛持ってるときはいっぱい止められないなと思うんだけど、逆に矛がこっちの陣地に来てるときとか、全然止められないなって思うんで。はい、対面を勝っていくとちゃんと。で、これ潜伏してからのバケツ切る。あと一発なんだよね。敵陣潜入しちゃって、バケツは、まあ無視でいいや。バケツ無視からの矛、割るでしょどうせ。オッケー、割るでしょ。割ったところを、これ勝ったんじゃないかな？オッケー。ナイス。いいね。強くね、シャップマー。マジで強くね。いや、前々から強かったんだけど、疑似三角になったことでさらに強みが増してる気がする。足の方もね、食い棒なんで、食い棒で足取ってから疑似三角できるみたいな。いや、熱い。これはいい武器や。ナイス。19キレ、オッケー。絶好調。さあ、続いて、チョウザメ造成のをやっていきましょう。でこぼこしてんな。今、チョウザメと昆布なんだけど、バケツがかなり強そうだな。ただ、なんか、矛のバケツしっくり来ないんだよな。ワンチャンバケツ無印とか。で、ヤグラのバケツ無印、強いんじゃねもしかしたら。結構、ヤグラの吸盤ってかなり強いんで、結構かなりってなんか、おお、危ね！死ぬかと思った。なんで、なんかね、さっき、イカリング、ニンテンドーのあれやん。
あれ見たら、ヤグラ2900行ってて、トワルさんって人が、やばいよね、ほんとに。俺、あの人に、ガチマ習いたい。マジで。5万、いや、100万払う。100万払うから、ガチマをね、先制してほしい。なんであんな勝てるやろ。だって、ホコもさ、落ち葉シューターで1位取ってて、なんでそんな勝てるかわかんないもん。勝ち方がわかんない、ガチマッチの。どうやって勝つんだろう。安定しなくない？まあ、で、ガチマってその、勝率を8割維持しないと、パワー上がんないから、よう8割も維持できんなってよ。俺せいぜい6割ぐらいだからさ、すごいよな。パワー上がんないんだよ。ほんまに尊敬する。さあ。おい、打ち上がっていくと、打ち合い強いんだよ、シャープマーカー。結構、キル速早いんだよね。で、このね、追い打ちジェッパーということで。ジェッパーがね、今日もジェッパー絶好調。オッケー、オッケー、おー、絶好調。当たりません。助けてください。ジェッパーの当て方も習いてよ。いや、ほんとに、ジェッパーの当て方とか誰か5円で教えてくれる人いないかな。5円あげるんだよ、お願い。5円あげるから、誰か教えてくれ。頼む。やばい、逃げる、逃げます。これ、裏取り刺さるっしょ。裏通り。やばい、やれね。危ね、オッケー、ここだけやって。キャンプだるいな。硬すぎ。メイン戦の積んでない、あ、積んでるか。03で真ん中硬いんだ。確か1とか03でそのアップデ前に戻ったんだよね。いや、硬えな、キャンピング。やっぱ一人ではちょっとね、壊せないんで。キャンプはいろんな人で見た方が。どうしよう、これ、ポイズン。めっちゃ警戒されてるの。ここいんのバレてるよな。で、ポイズン当ててから、オッケー。これ、キル族かなり早いんでね、この武器。一人で歩行を一瞬で止めれると。やっぱ、ここは、なんだろう。ここ持ちをずっと狙った方がいいのかな。はい、3枚やって、気持ちいいね。で、ジェッパで、ラスト、ジェッパさん。オッケー、危ねえ。これはね、ドヤ顔6が。で、塗り固めて、で、塗りも強いんだよ。これは、ガチマのシャープも結構環境入りじゃね強い。強いんじゃないのか。今月ワンチャンシャープまでトップ目指してもいいな。オッケー絶好調からの、オッケー絶好調オッケーいいぞ、ジェッパいいぞ、ジェッパいい味出してる。で、こいつ嘘、硬いつーだよ、それは。いや、硬すぎん。なんだあいつ。硬すぎるんだが。で、ここに、ポイズン投げとくことで、相手右高に行けないんで、ポイズンがあるとジャンプ力下がっちゃうんで、高台でジャンプできないと。で、妨害するみたいな。さあ、ここだけやったけど、まあこっちね、プレッサーがあるんで、プレッサー持ちの人が割と低めに、戦ってくれれば勝てるかな。ここどうしようね。ここだ、あ、ないっすよ。プレッサーオッケー。そ、あー、熱い。あー、ちっちゃい。そのプレッサー、あっち。やけどした。熱い。で、まあ、ここ、見とけ。待って、そのアーマーダメージ。ちょ、俺潜伏してたんだ。そのアーマーはね、まあ、アーマーありがたいんだけど、潜伏しとったから、タイミングがちょっと。バレた。で、でも、におっちゃい。あー、これはね、これは神方ですね。ありがとうございます。いい味方。これバレそうだな。うるら。ここだけ。いや、こいつだけ持っていこう。え、あ、ちょ、なんかいる。こちゃっす。プナイプナイ体操。何それ。ね、プナイプナイ体操って。残り、あ、いいプレッサー。いいプレッサー打つね、君。ちょっと。君、プレッサーうまいね。もしかして。あぶね、ここバックがつか。はい、やらせないよ。逃がさねえからね。ここなんかいる。なんかいい。ナイストピちゃん。ナイストピちゃんからの、キャンピングシェルターちょっとあるいな。お風呂。まあ、待って。なんでいつも着地見ようとすると。いやー、相手ちょっとカバーがうまい。着地をね、絶対着地させるみたいな。カバーがうまいんだが。けど、あ、でも、味方の車でまだプレッサー溜まってない。あ、溜まった。はい、勝ち。はい、勝ち。はい、勝ち。ありがてえ。プレッサー、毎回抑えの時に打ってくれてるから安定したわ。サンキュー。助かった。いいね。
はい、18キル。めっちゃいい感じやな。さあ、コンブトラックの方をやっていきましょう。歩行割ろうかな、これ。この武器、まあ割と歩行割り早い方なんで、歩行割っていきたいところ。ただこれ割れるか。相手、割と割りが強い編成だな。怪物いないけど。いないけど、ドリランド。割れない。じゃやめなさい。割れなかった。どうしようかな。これ、ジェッパー、でも一応値入ってる。ジェッパー止めるとしたっけ、一応値入ってるんで詰めちゃいましょう。詰めて、オッケー。疑似参加活動からの。オッケー、ジェッパー任せろ。オッケー、俺のジェッパー今日は強いぞ。オッケー。今日は強いからな。任せろ、俺のジェッパー。よいしょ、えい。いいね。いける。とこ。ゴー。ナイス。よっしゃ。来たー。初動、矛割られてもね。逆にノックアウトしちまえばいいんですよ。いや、熱い。その方向持ち熱すぎる。ナイス。速攻終わったな。気持ちいいぐらい速攻で終わったな。はい、ナイス。いいね。はい、というわけで今回の動画はここまで。よければチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、じゃあの。